今回は超絶フィアやっていきます。でギミックが重力必須、ダメの必須、他には何もなしものすごくシンプルなんですよね。で編成はね、今日はどういう編成でいこうかなって考えたんですけど、これでいきます。今回はですね、今日が新しいポケモンの発売日ということで、ちょっとポケモンを意識した編成、このニャオハ枠でヨルイチさんで、クワス枠で真面目そうなシンパチで、ホゲー枠でホゲータのこのホゲータ連れてきました。であとはあまりにもちょっと編成がポケモンに寄りすぎてるんで、真面目なこの磁気杯連れて行って、この人に助けてもらおうかなと思います。でこれね、ちょっと今日なんかね、私の録音普段声取ってるアプリの調子がマジでよろしくないから、ちょっと変えてるんで、普段の私の声の聞き心地と違うかもしれない。でこれで気づいて帰ってきたから、ある程度は捨てにまでは知ってるみたいな状態になってんね。で今回のね、ギミックのなんかやり方としては、このザコがね、ちっちゃい攻撃ゲージあるじゃないですか、これを止めないとちょっとめんどくさいんですよね。でシンパチはワンパンできないです。でこれをこうやって削っておくことで、こんな感じで間違って倒し損ねちゃうと、まあやらかしちゃうということですね。回復してくれませんみたいな。はい、まあ皆様見慣れてないだろうから、これ性能こんな感じなんですけど、一定期間アップで、こっちも一定期間強化されているという仕様になってるんですよね。でこれらがですね、まあめちゃくちゃね、強化状態が強いんですよ。なのでこれを皆様にお見せしたいかなと思います。久々に見せるしね。であとは SS 早く溜まるためにこのホゲー連れてきて、あとは、はい、あとはこの強化状態を号令でぶっ飛ばすために磁気杯を連れてきる。だからネタによりつつも、ちゃんと実用性も兼ねてるという風になっております。大丈夫かな、ちょっと私もう降臨してから気づいたから録音方式マジで適当なんですけど、いやいつもと変な聞こえ方になってたら、いやごめんなさいですね。であとはアーニャの SS じゃないや、友情コンボをできるだけ誘発していって、あのバウンドチャージで早く SS 溜まってほしいんですよね。これが起動したらもうね、めっちゃ強いだろうから。さあ、あとは夜市さんで多分適当に動き回れば大丈夫かな。はい、これで暴れていって倒していきます。で運枠もこれ2体兼ねてるからね、なので人によってはもう実質運に編成みたいな感じ。さあこれで次回回ってきた時は夜市さんの SS がもう使えちゃう状態ということですね。できるだけだ、なんですよね。だからギミックが今回マジで何もないから、どうなんだろう、あるギミックは本当にこのヒットポイント回復だけなのかな。はいはいはい、で削っていきます。でバリア付与もして攻撃も耐えられると。さあちょっと皆様に見せられるかな、今これめちゃくちゃいい配置だから。いやーちょっと新発さんのなんとか、ちょっとバウンドチャージ飛んでくんねえかな。いけ新発さん、いやダメかー、新発さんなんとかうまいことちょっと SS 出たらすごい良かったんですけど、まあいいや、夜市さんの強さ見せます。夜市さんの SS をちょっと見せると、どんな風に強化されてどれぐらい強いのかを見せられるかな。いや多分これ倒せるでしょ。はい、何年前だっけ、4年前のキャラなんですよね。4年前でさ、これわかります、あのね、止まらないタイプ、いわゆるコナン君の SS とね同じなんですよね。それがなんと初のキャラということで、すごいんですよね。さあ OK、 あそう、新発さんも出る。ちょっと新発さんの強さもね、皆様に見せたいですね。だこれを新発さんが、夜市はこんだけだったら新発さんはどんだけ強いのか。はい、池食わす、ボイスなんだってかあれ全然弱いんすけど、まあいいや。そしたらまあアーニャは一旦ちょっとこれ置いとくにして、あのね、この状態を号令でぶっ飛ばすとすごいことになっちゃうのよ。なのでそれを皆様に見せたいですね。だからこの状態で磁気杯の号令を使う。で磁気杯はあまり何もしてほしくないから何もしないで。はい、さあこれを号令でぶっ飛ばすことで、はいほらほら、夜市さんがもうすごいということですね。いやこれもね、今ブリーチがアニメやってるから、まあ夜市さんの大活躍はいつやるだろう。まあめっちゃ先になると思うけど、まあいつか見ていただけたらと思いますね。いやでもあまりにもこれ進みすぎてあれだな、 SS たまんねえなどうしようこれ、 SS があまりにも早すぎてたまらない。はい、さあ夜市さんが
殴ってって、ヨルイさん、ヨルイさんマジ止まるんじゃねえぞだからね。はいはいはい。で、一巡したら切れちゃうからね。これもう一回ちょっとラスケで使いたいな。溜まるかな。新発さんどんだけだっけ。はい。さあ、これで新発さんも動いていって。でもこれは普通に止まれ SS だからね。はいはいはい。で、削っていきます。うん。あと意外とこれ、重力とダメを連れてこいって言ってるけど、そんなになんか、あーにゃー。気にしなくていいな。あ、新発さんは別にあれか。はい。新発さんはちょっとこれ置いといて、夜市さんの近くに置いといて、いや、できればちょっと次回ってと来るときぐらいに、ちょっと使いたいな。あとは、ちょっとこれ、攻撃してもらったらマジでやばいな。はい。ここで殴りに行って、おー、強っ、強っ。やべ、強っ。ちょっと待って、そしたら、夜市さん、うるさい。ちょっと待って、夜市さんの SS これ間に合う？え、どうこれ。こう打っての、はい、はい、はい。さあ、短縮、短縮。で、短縮して次回ってきたときに、なんとかちょっと夜市さんの SS を。いや、使いたいな、これ。はい。だからこれ夜、強っ。さあ、新八めっちゃ、強化状態だった。で、新八がめちゃめちゃに削ってくれる。あとは、うわー、なんとか浮かれ。ちょっと、アーニャの短縮。うおー、ちょっと待ってくださいよ。あれ、これ死にそう。ちょっと待って。リジェネ状態を付与して、リジェネ状態を付与して、はい。で、頑張ってもらいます。はい、はい。で、リジェネ状態を付与して、ボスも削っておく。よし、これは耐える。さ、というわけでここからは、5手で終わらせます。今から夜市さんの SS を、ちょっと残念ためて帰ってきたんで、はい。まあ、これを、ふんだんに使って、もう一気にぶっ飛ばします。はい。はい、はい、はい。さあ、これで、いや、でも、超ラミオがないからな。いや、星5とは思えないほど削る。これでもまだ過激全然乗せてないからな。さあ、これで、新発さんの SS も合わせてぶち込むことで、いや、これそのままねじ込めていけねえかな。はい。イケメンがねえ。よし、オッケー。これを加速もらって、よし。多分あれ、撤退するよね。よし。さあ、ここで、アーニャの、バフを、デバフを入れて、防御ダウン 1.65 倍。で、与えるダメージ 1.65 倍になって、はい。で、これ65倍だから適当に強化入れとくでしょ？はい。さあ、ここで、なんでレプリカさんを連れてきたかっていうと、この強化状態一定期間継続するやつって、あれなんですよね。この強化状態にさらにレプリカバフを付与できるってことです。さっきの、わけのわかんねえぐらいぶっ飛んでた加速あれがね、レプリカさんの強化を入れた状態で撃つことができると。そういうことなんですよね。まあ、メガネは適当に置いとく。はい、はい。さあ、じゃあこれ、真横間で終わるでしょ。で、攻撃音は別に大したことない。さあ、これ。いや、どうだろう。そこか。じゃあちょっと上に行かなきゃいけない。さあ、これでレプリカさんバフを入れて、はい。え、これで決められるかな？うおなんで、いや、こういうね、ぶっ壊れみたいなのがブリーチにいるんで、いやー、なんとかちょっと、第3弾やった時には、ちょっと、夜市さんも、星5の初重心化みたいな感じで、ちょっと見てみたいかなと思いますね。獣だけに、食わすだけに。はい、じゃあこれで終わります。ごきげんよう。